お盆です、お盆ですということでございまして、欅の種ですということで、なかなかね、ご無沙汰でもないんでしょうけどもね、生配信を前回ちょっとやりまして、本当にね、コラボということでいろんな YouTuber、バディーズ系の YouTuber が集まっていただいてですね、やったんですけれども、非常にありがたかったですね。本当にもう有意義な時間を過ごさせていただきました。初日2日目と2回に分けてですね、約4時間ぐらいね、生配信しまして、こちらの方にね動画も出してますので、アーカイブまだ残ってると思いますんで、もしよければ、見ていただければななんて思っておりますけれどもですね、今回のねそのコラボで一つこう有意義だったというか意味がある話がいろいろ聞けたなというところでいくとですね、実はリョピゴリチャンネルさんの方といろいろこうお話をしていく中で、ユニゾンエアの話が、まあ、彼らのね、チャンネルの方はそのユニエアの方がメインというかコンテンツとしてやってらっしゃったので、で、僕実を言うとやってなかったんですよ。約1年強。で、まあその話を聞いてて、ちょっとまた熱が再燃しまして。アカウントはね、一応ね、バックアップのね、ID パスワード残してたので、で、その後、だから、配信終わってすぐは、ちょっとやったんですよ、久しぶりに。で、やっぱり手が慣れてなくて、全然、もうハードですらできないレベルだったんですけど、やっとハードがちょっとフルコンが、やっとできるようになってきだしたかな、ぐらいのところです。もちろん、マスターに関しては全然、できません。僕は、そんな得意な方ではないのでね、このゲーム自体が。で、今回は、その、リライブっていうイベントが終わって、次のイベントが今日、8月14日からスタートで、それに伴ってですね、撮影というかガチャもまた復活をし、新しいのが出てまして、でこれはまあこれを機にやれということだなということでございますんで、ちょっとですねやってみようと思います。ということで画面にゴー、画面出てきましたね。さあ、これ、みーちゃんの石化愛かな。ね。で、このね、ガチャに関しては、まあ、いろいろ、ね、あるんですけども、じゃ撮影の方に行ってみましょう。で、今回の撮影が、桜坂のノバホ、3ステップソングコレクションと、日向坂のそんなことないよ、3ステップソングコレクションということで、この出てきた SSR に関しては SSR プラスにまで上がる。昔は SSR プラスなんてなかったんですけどね。ね、僕が休んでる間になんかそんなレベルまで存在しだしたっていうね。もう完全に浦島太郎状態ってこういうこと言うんだなというところ。シーン紹介ということでちょっとバッと見てみましょうか。ノバホのね。森田。から、小関。上村。お、みーちゃん。みーちゃん黒なんだ。いいっすね。みーちゃん黒か。痛いな。青なんですね。OK。あとはね、あ、そう。で、僕、2期生、新2期生が本当にカードの SSR 少なくて、もう新2期、2期出てきただけでテンション上がるっていうことだけお伝えを先にしておきます。だから、もう、遠藤さんとかゾノとかは SR すらないメンバーもいるんでね。OK。ユミコ会長も、これだけ。ユミコ。おわ、いいっすね。全メンバーあるんだね。お、てんちゃんも。OK。ちなみにこっちもちょっと見ときましょう。なかなかね、本当にやれよってぐらいやってなかったんで。はい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 。なんだろうね、カメラが近いね。日向の方が。今回はジェムが無償で17,594あるんで、絶賛無課金税状態なんで、なんかね、まあ、無課金でどこまでいけるかっていうところなんでしょうけど。で、10枚撮影が1500なんですよ。なので、まず3ステップってことなんで、3つずつ
ノバホとそんなことないを3つずつ弾いてみようと思います。まあ、お目当てはもちろん推しメンなんですけど、改めて言うと、僕はみーちゃんと由美子会長とキラコなんですが、今回のシーンの中では3人ともあるかなですよね。3人ともありますんで、ね、3人ともあるんで、で、ちなみに日向推しいるのっていう話になるんですが、実はいます。ですね、ミーパン、ニブちゃん、パーダさん、この3人実はちょっと軽く押してます。だから押してるからといって何かこう、生写真買って集めてたりとかってことはではないんですが、まあ応援をしているメンバーはこの3人っていうところですね。はい、なので、まあ、この3人が当たればいいのかなと思ってます。ということで、じゃあいきますよ。ノバホ1回、どっちにしようかな。先にじゃあ日向対3回引いてで引きましょうか。はい、じゃあいきます。そんなことないよ、1回目ドーン。日向はね、本当にね、引いてる量も少ないんで、もともとが。だから、楽しみですね。めっちゃ労働にかかったな。でさ、僕が休んでる間にっていう表現も変なんだけど、この撮影会場に入るっていう仕組みに変わってたのね。これすらなかったからね、僕ね。やめた時って。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと派手なんで、なんかいいのが出る可能性がある。あ、でも、このね、ソファーが出るとね、そんなにレベル高いのは出てこないっていうのは分かってきました。あ、金が。おでも2枚。レインボー2枚出ましたよ。あ。まあ、なんも。から、まず金。ひなの SR ですね。持ってます。金村美久。から、なの金村にぶっちゃん、これニューでしょね。レアがニューが出るってもうやばいでしょ。あかんて、本当にメイメイ。はい、じゃあ1枚目なんだ。そんなことないよの SR の金村。おいきなり、今回のですね。はい、でノーマル1回、鍵山挟んで、来い。おぉ来た。出だし好調じゃん。推し川田さん出たじゃないですか。いいですね。出だし好調ですよ。いきなり2枚。SSR。ね。さあ、じゃあ次。3枚いきます。あ、次2500になるんだ。なるほどね。うわで、すっげえしょぼくなった入り口が。やばい。おでもカメラ目線で誰も出てこないか。誰も出てこない。やばいです。あー、やばいです。うおー、しびーいいねー。富田、小坂、久美、めいめい、サールのめいめい、久美、ヨタン、富田、めいめい、変わりなしで SR は川田さん。さあ、全部持ってるやつでしたね。で、次回は SSR1 枚が確定してるということですね。だから引きましょう。さあ、誰かな。これニブちゃんとかミーパンとか出るとすっごい嬉しいんですけど、ギャウ。うわー、入り口はしょぼかった。でまあ SSR は出るんでね。そうだよね。あ、ソファーのみだ。アインはもうほぼないですね。
なんかそういうルールは分かってきました。あのこの復帰後ちょっとだけ引いたんでね。はいはい、1枚来てますね。でもしょぼいね。山田さん、マナフィ、富田、ニプちゃん、マナフィ、ミーパン欲しいけどね。あれ、お、マナフィの SSR 出ましたね。え、ってことはもう一枚来てるってことね。はい、うわー、富田、おお、2枚。なんでグリーンの SSR2 枚なの、えげつないな。はい、ということで、もう さらっとやっちゃいました。結果的にちょっと、じゃあ SSR ちょっと見ましょうか。メンバー名、新一覧から、としてこういう見方がありますよっていうのもついでにね、いきましょう。そんなことないようで4枚。はい、富田、大人っぽくなったね。マナフィ、逆になんかマナフィはずっと年齢変わんない感じで、川田さん、川田さんも大人になったよね。大人っぽくなりましたね。で、金村、よろしいんじゃないですか。はい、私は悪くないですよね。3回引いて4つ SSR、十分じゃないですか。さあ、じゃあですね、今度はノバホの方行きましょうか。5000の6500枚で3回引けるってことですね。今回スタートが1500で、2回目3回目が2500なんで、そうですね、はい、じゃあ行きまーす。まず1回目、頼むよ。早いな、読み込み早かったな。しょぼいな、入り口がしょぼいな。あ、でもソファーですね。じゃあそれなりですね。おお、いきなり SSR 金。あー、 SSR1 枚。え、1枚目からいきますか。どうですか。はい、どうぞ。井上さん、いいですね。井上さんはでも結構カードあるんだよね。森田ひかる、みー、遠藤さん、遠藤さんのレアでもいいから欲しいね。あら、ペイちゃん、あら、これオフってなかったんだね。でもまあいいでしょう。ゾノ、葵、レナー、変われ、変わんないか。平手が出た。実は言うと、テッチは僕 SSR 持ってないからオフってないんですよ。まあ万が一入れる時があったらいけないなと思ってて、中古とてかなり重いスタートとなりました。まあまあまあ1回目ですから。まあでもね、井上さん出ましたから次行きましょう。めげずに GO!おっと、ちょっと賑やかな入り口になりましたよ。さあ、頼みます。さあ、ソファーですか。来い。金、ノーマル。お、お、お、あーん、金が3か。みーちゃん。おば。来い。うわー、チケ、怪我に、だ、イン、大沼、かりんちゃん、
てんちゃん。甘い目。おぜーね。れな。そして、みーちゃんが来て、金でした。お、レナーの SR。なんとこれが僕は初めてっていうね。2020年のカードが初めてってもうやばいですけどね。ありがとうございますということ。さあ、次で、SSR1 枚確定なんで、1枚は手に入ります。計3枚は手に入るということですね。行きましょう。最後の3回目。ドン、ドン。ああ、入り口は寂しかった。光ったけどあんまりパッとしなかった。サインが難易度上がったのかな？結構昔サインが結構出てたんですけどね。金が。ああ、1枚か。なるほど、3枚ですね。お、いきなり金に変わった。ウエム。ピッカ変われ変わんない。オノスあれ変わんない。ユッカあんないね。なんかエンピカのノーマルがやたレアがめっちゃ出ますね。てんちゃんユミコ会長てんちゃん。来い頼む大沼さんね、こうやってね、念のために言っておきます。推しは本当に出ない。爆死ではないよね。あんまり出てますからね。もうせっかくだからさ、あと4500あるんで、引きましょう。2回は引けるんで、もうあと2回引きます。もう、ここまで来たら。で、すぐ2500も集まるんで、そこも行きます。だから、あと一周は、桜は引くということにしましょう。Go! 行け頼む頼む来てくれ頼む来てくれ頼む誰も来なかった。悲しい。悲しいね。一枚は来たけど。ゲーム。あおいちゃん、ふーちゃん、どの、カレー、レナ、なんかさ、この時のレナ違って見えるよね。今のなんか今やっぱ垢抜けたんだよな。まあ、2ですね。会おうぜ。会おうた。こーい。マッツーダさんの。すごい。推しが全然出ない。やばい。次、最後ですね。今回弾けるのでね。まあ、この後またコイン溜まってからやりますけど。よいしょ。盛り上がりませんな。収録してると盛り上がらないもんなんですかね。ソファーは出てきたんでワンチャンあるかな。なんかちょっとレアっぽいの来ないかな。やばやばいよ。でなんで大勢がこのタイミングで。でもよかった、卒業前に大勢のノバホ SSR ありがとう。何この森田ラッシュ、やば。青い大沼さん、ウエム、ウーちゃん、
でな。怖い、変わんない、変わんないのね。オゼ。オゼがなんか、オゼラッシュ、ここで。ありがとう。ということで、ここまでにして、ちょっとね、今からね、ゲームして貯めてきますんで、しばらく、このままで、お待ちを。あれから2時間経ちまして、ゲーム進めて、なんとか2500個あと1回分集めてきました。ということで。再開する、まあ、1年経つと結構なんだろう、まだ、なんだろう、チャレンジしてないノーマルとかハードも残ってたりするんで、まあ、それをフルコン、できるやつをフルコンしていくっていうのを繰り返すと、なんとかこれぐらいはいけるというところで、まあ、推しが出ない。推しはね、なかなか出ないね。こうやって改めてやってみると、つくづく思います。さあ、ということでございまして、ラストですね。もう、泣いても笑ってもこれが最後です。まあ、次はいつぐらいになるのかね、弾けるのがね、わかんないですけど、ということで、じゃあ行きましょう。ラスト1回。お願い。頼むよ。お、読み込みがちょっと長かったよ。頼むよ。うーわ。飾りゼロ。最悪。もう何も期待せずに待ちます。ルンちゃんが来たよ。ゾン。おっと。いきなりの虹。1枚。2枚。2枚来た。さあ、まずは誰？ルンちゃん。SSR。まあ、ノバホ衣装でルンちゃんの SSR も何も文句ないですね。最後の最後持ってましたね。はい、リッサ。から、ルンちゃん。これニューなんだ。レアが。こういうのがあるんだよね。やってないとね。オーバー。うーちゃん。ふーちゃん、なんでふーちゃん2枚、青い何この青いのレンジャー。それ最後、最後誰、ホーマスやっぱり推しは出ない。でもレンジャーとホーマスが出ましたということで、よっしゃ、やったね。じゃあ見ますか。シーンで見ましょう。裏のノーバディですね。はい、ということで2、4、6、7枚、ホノス、ルンちゃん、オゼ、祭り、沼と、チュケで祈り。多分ね、祭りが初めての SSR かな。沼も初めての SSR かな。っていうところですね。1、2、3、4、5色とも1枚は最低あるんで。いや、まずは、よかったんじゃない？最後の最後に。やっぱ最後まで諦めないで引くっていうのは大事なのかもしれないですね。まあ、課金すればそれはね、いくらでも引けるんでしょうけど。あえてそういうわけにはいかないんでね。だってこれ課金するため、課金はしてないですからね、今んとこね。とか言いながら来月ぐらい課金してそうな気がします、自分はね。はい、ということでございまして、無事に言い終わりました。やっぱりね、推しが出づらいっていうのはね、改めて実感しておりますけれども、まあまあまあそれは仕方がないのかなと思います。ということで、次だから、もし引こうと思ったら、また6500集めないといけないからね。6500集めるのはちょっと大変かな。まあ、9月前までに。まあ、コツコツ、ちょっと暇な時間に。まあ、お盆はちょっとできるんでね。やってみようかなと思います。ちなみに、せっかくなんで、全部をちょっと出しましょうか。まあ、こんな感じですね、今。だから SSR なんだかんだであるんですよね。待って、SSR だけにちょっと絞りましょうか。
んだけ今 SSR がありますよ。なんだかんだで最魔女が一番多いかもしれない。 SSR プラスになれるのはまあ多分最魔女がメインだと思うんで、で最魔女やってで柄割れもそこそこ揃ってるから柄割れとどの場所かな、うん、キュンもそこそこあんのかな、どうだったかな、まあ、そんなことないも今回弾けたので、そんなことないもまたやれたらいいなと思います。ということ、たまにこのユニアはやろうかなと思いますんでね。で僕は下手なのであまりこうレベルアップは期待しないでくださいね。はい、ということでございまして、今回はこの辺で、終わりにしようと思います。ということで、ユニアね、うまくなりたいわ。ではでは、バイバイ。